チョーン・シーは、アメリカ海軍の駆逐艦。ベインブリッジ旧駆逐艦の3番艦。艦名は、アイザック・チョーン・シー大将にちなむ。チョーン・シーは、ペンシルベニア州フィラデルフィアのネーフィーレビーシップエンジンビルディング社で、寄港、1901年10月26日に MCS トット夫人によって浸水し、1902年11月20日に限定的に収益した。 1902年12月2日に予備役となり、1903年2月21日に SE モーゼズ隊員の指揮下完全に収益し、大西洋艦隊に合流した。チョーン C は沿岸戦隊と共に1903年9月20日まで任務につき、その後アジア艦隊へ配属となり10月18日にキーウェストを出港した。スエズ運河を通過し、 フィリピンのカビテに到着、アジア艦隊と共に、フィリピン海域、中国沿岸で、夏まで、作戦活動を行った。1905年12月3日から1907年1月12日まで、カビテで、予備役として保管され、その後任務に復帰すると、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦、するまで任務に従事した。デリラ・デリラは、 マーカス・グッドリッチという名のチョーン・シーの生存者によって記述された本である。これはチョーン・シーで貸し官として勤務した彼の経験に基づくフィクションである。1917年8月1日にカビテを出港し、フランスのサンナゼールを拠点とする東、太平洋での戦団護衛任務に向かった。11月19日、 ジブラルタル西方110マイルで戦団護衛任務に従事していたチョーンシーはイギリスの商船ローズと衝突する。両艦は戦闘海域で照明なしに航行していた。3時17分にチョーンシーは2700メートルの海底に沈没した。艦長のウォルター・イーレの少佐を含む21名が死亡し、70名がローズによって救出され港に運ばれた。 ありがとうございます。